皆さん、こんにちは。金沢大学の松田真紀子です。今日は皆さんにこの本、ベトナム人に日本語を教えるための発音不思議大百科という本を紹介させていただきます。この本の紹介を通じて、ベトナム人日本語学習者のための新しい音声教育の提案をさせていただきます。 まずはじめに松田の方がこの本の概要と特徴を紹介します。その後で金村先生がこの本を使った指導法や実演などより細かい説明を行ってくださいます。よろしくお願いします。こちらが目次になります。あの、まずベトナム語と日本語の音声の違いの解説を行います。 その次に、あの、本章である1章から5章までで、分節音、リズム、長さ、音節、アクセント、イントネーション、途切れ、つっかいフィラーの項目について、あの、詳しく、あの、解説していきます。そして、初心者さんのための Q&A が巻末についています。各章の中にコラムが挟み込まれています。 それでは、1章から5章の、まあ、メインの章の基本構成をご説明します。まずはじめに発音チェックテストがあります。次に学習者の発音例の紹介。そして先生からの不思議相談。そして亀仙人による解説。そしてこんな風に説明しようという具体的な指導法の紹介。で最後に練習問題になります。ではもう少し詳しく見ていきましょう。 こちらがテストです。各章の初めにテストがついています。そしてこれはまあ分節音のテストの例です。まず読み上げのテキスト文があります。この読み上げのテキスト文に基づいて、まあ、誤りパターンですね、をチェックしていくチェックシートがついています。 そして、まあ、これによって、まあ、どのようなその発音の傾向があるのかということを、まずチェックすることができます。次が例です。学習者の音声の、あの、例も載せて、まあ、そのサ、さ、ゃの混同で、どのような、まあ、その発音例が、ベトナム人学習者に見られるのかということを、まず提示します。次に相談です。 あの先生、日本語の先生が、まあ、例えば、作業と作業の音が混同することが多いです。ただ、社、就書の音がさすそうになることは多いようですが、客は少ないようです。はい。こんな感じで、あの先生が、ま、普段感じている不思議の紹介がなされます。はい、次に、亀仙人による解説になります。 どのような原因でこういった発音が見られるのか。はい、こういったことを説明します。はい、そして、まあ、ベトナム語のまあ音とどのようにま違っているのかといったことも細かく説明されます、はい。次が指導法です。ここでは具体的に学習者に対してどのように説明すればいいのかといったことを 実際のその説明の言葉を使いながら説明がされます。で、このように、まあ、点々でくくられたもの、これは、まあ、えっと、ホワイトボードでどのようなものを書いたらいいかという例になります。はい、で、最後に練習問題があります。 まあ実際にその説明を理解してできるかどうかなどは、この練習問題によって、あの、チェックすることができます。はい、以上が、あの、メインの部分の概説です。はいはい、次に、この本の、えっと、特徴ですね。どんな、あの、ポイントがあるのかというのを説明していきたいと思います。 まず、その1、ベトナム人にとっての日本語の発音習得困難点とその原因について網羅的に解説しています。最新の研究成果に基づき、単音のレベルから陰律のレベルまでベトナム人の日本語の発音の不思議とその原因を細かく解説しています。この本は全部で300ページ以上になっていますが、ベトナム人の日本語の発音、 の、ま、現象を解説して指導法を説明すると、ま、300ページのボリュームになるという点も非常に面白いのではないかと思います。はい、その2です。ベトナム語を母語とする人のために考えられた発音指導法を紹介しています。例えば、この後、金村先生も解説してくださるトタ式。 それからリズム卵のようなベトナム語母語話者に特化した発音練習法を多数紹介しています。また発音の傾向もハロンワンのようなベトナム語母語話者に馴染みがある理解してもらいやすい名付けで提示しています。そしてベトナム語母語話者の日本語の発音例も多数紹介しています。はい。その3、わかりやすい日本語とベトナム語で説明しています。 ベトナム人日本語教師の方にも分かりやすいように、できるだけ分かりやすい日本語で解説しています。また、多くの音声学の専門用語、右側の図も見ていただきたいんですが、このような形でベトナム語訳をつけています。はい、その4、ベトナム人の個人差や地方差、社会についても紹介しています。コラムというものがあるのですが、 コラムにはベトナムの方言、歴史、社会について詳しく書いてあります。そして発音における地域差や個人差についても紹介してあります。ぜひこれらを読んでいただき、まあ、ベトナムやベトナム人学習者のまあ多様性と豊かさを知ってもらいたいと思っています。はい、その後、音声学に詳しくない日本語教師に配慮しています。初心者さんのための Q&A というものがあります。例えば音素と音声だとかそういった音声学の基本用語に馴染みのない日本語の先生でもこうした基本用語の解説を読むことでより理解しやすいように設計してあります。その6、見ていて楽しくなるようにイラストやキャラクター説明を工夫しました。例えば 相談をしてくる先生には二人います。まあ、例えば日本の日本学校で先生をしている人、そして、ベトナムの日本語学校で日本語を教えている人などのような設定にしてあります。また、生徒も、あの、まあ、まあ、実在するわけではないんですが、まあ、グエン・ビン・ズンさんとレディ・マイさんという二人のキャラクターを作って、あの、紹介しています。 まあ、このような形であの、この本を作っていますが、まあ、あの最後にあの前提のようなものを皆さんに説明したいと思います。はいまあ、皆さんはこの本の、まあ、タイトルを読まれたときにどのような印象を持たれたでしょうか。ね、確かにベトナムの人日本学習者は日本語の発音が下手だとか問題があるとお考えの人も多いかもしれません。 あの、しかし、まずはじめにお伝えしておくべきなんですが、まあ、この本はまあネイティブの発音から遠いベトナム人音楽詩者の発音がこう、ダメな発音というふうに批判するとか、悪いものだから強制しなければならないとか、そういう本ではありません。 これまでに先生方が不思議に思われていたベトナム人の発音というのはこういうことが原因で起こりますよということをまず提示したいと思っています。そしてこの発音をもしその日本語母語話者の発音に近づけたいと思った時にどうすれば近づくのかということをあの中立的に紹介しています。このため全ての日本、ベトナム人日本語学習者が日本語ネイティブのような日本語の発音にならなければならない にならなければいけないということではありません。はい。あの、まあ、そういったことは、ま、大前提ではあるんですけれども、その一方で、あの、ベトナム人の日本語学習者が、あの、自分がつながりたい相手、つながりたいコミュニティと自分が望むような形で、こう、うまく、こう、コミュニケーションが取れていなくて困っているとか悩んでいる。 といったことに対しては、あの、誠実に学、あの、研究者としては答えなければならない、教育者としては答えなければならないと思っています。はい、そうしたときに、現在の、ま、日本語の、ま、発音の教材、音声教育の教科書では、あの、到達できていないことがあるのではないかという前提に立って、私たちはこの本を作りました。はい なので、あの、たくさんのベトナム人の日本語学習者の方が、まあ、この発音の教材によって、まあ、自分がこう見せたい日本語話者のよう、まあ、そのイメージに近づけるようなコミュニケーションが取れるといいと思っています。皆さんぜひ、この本利用してみてください。それでは、私の紹介はこれで終わります。